こんにちは、たけさんサックスクラブサックス奏者小松武弘です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は音程の話をしますよ。音程の話、まあ散々ね、楽器吹き込むなとかいろんな話しましたけど、これ結構問題です。それをマスターすると、まあマスターするとかと無茶吹きしなくなるようになると、少しこう音程のね、もう話もちょっと分かってもらえるかなと思って、ちょっと今日お話しします。音程ってね、なんか何かにつけてみんな音程って言うでしょ。プロの人のその選定とかもそうなんですけど、この楽器音程が悪いからダメだねとかね、なんかそういう楽器がいい音するかとか、なんかそういうの以前に、まず音程が悪いとか、まあ、この音がフラットするかダメだとか、なんかよく言うんですけど、正直僕の感覚で言いますと、まあその整備がめちゃくちゃな楽器はダメですよ。そのなんかパッドがデタラメな開きで調整がまともじゃないやつは、少なくとも調整がちゃんとしていれば、そのまあ古い楽器、いわゆるヴィンテージ、最新のモデル、現行モデル問わず、そんなに音程がなんか狂ってるってことはね、ないです。で、仮に、まあそれ、音程を決めるのはトーンホールの位置とかね、なんか多分そういうことなんですけど、トーンホールの位置がそんな、まあ今の楽器そんなずれてないし、昔の楽器もそんなずれてないんですよ。だから、まあ仮にそれがずれてて音程がね、少しずれてるとしても、それって、まあ人間の調整能力と、まあパッドの開きとか、なんかいろんなことでそんなに使えないレベルってことは絶対ないんですよ。で、どうもね、大抵多分皆さんわかんないけど、僕まともにそういうの、口聞くの嫌な、口聞くの嫌なっつっちゃいけねえか、まともに議論したことないからわかんないですけど、大抵そういう音程、まあ音程っていう、まあ音程いきりって言っちゃうけどね、愛を込めてですよ。愛を込めて言うんですけど、音程いきりの方って、なんかこう、やっぱチューナー持ち歩いてさ、チューナーのスイッチ入れて、ほら、高い、ほら、低いとか言うんだけど、あれやっぱね、楽器吹くときって、チューナー見ながら演奏するわけじゃないし、ね、こうやって僕今こう練習してるでしょ。これ、ね、自分でこう、曲に対してどういうふうに、ね、曲のアドリブどういうふうにアプローチするかとか、まあ、こうアカペラでなんか曲を想定してアドリブしたり、なんかある種のコード進行を想定しながら、こうソロフレーズこうがいいかなとかっていろいろやってるわけですよ。ね、こう今ちょっとダラダラやっているように見えますけど、これね結構楽しい練習で、スケールとかそういうのとは、まあ、全然違う種類の練習なんですけど、ジャズの練習ってもうほとんどこれなのね。で、まあ実はそんなにスケールとかガミガミやんなくても、まあ、スケールやるなって言ったんだよ。やったって言っちゃったね、今。そういうんじゃなくて、まあ、アルペジオの練習とか、まあ、基礎的な練習は大切なんですけど、こういう練習って実はすごく大切で、自分との対話じゃないですけど、自分の中でどう思ってるかっていうことを音にしていくみたいなね。で、この時に頼りになるのは自分だけなんですよ。それは、例えば音を考えても、その音に対する音程感とか、フレージングの中で起きるそれぞれの音の音程とかも、それは全部自分の、すべて自分の感覚のみなんですよね。で、まあ、もちろんその超音を鍛えるという意味で、まあ、ピアノの音とか、まあ、ベースとかね、そのバンドの中で鳴ったサウンドに対して自分がどういうふうに音をそこに吹くかと、まあ、どう和音としての一部となってね、サウンドさせるかっていう、なんかそういう感覚って全くもって、じゃあチューナー見て正しい音ってあったら合ってんのかと、ピアノはね調律してやって全部できんのかって、そういう話じゃないんだよね。だからそこって自分がパッと聞いた時に微妙にやっぱ調整能力が入って、音程とそれぞれね違うんですよ。それはだからチューナーで見たら、もしかしたらダカダカダカって吹いた時に、その時のミとソのフラットと、シのフラットはちょっと音程がちょっと今違ってたとかっていうことになるかもしれない。だけどもそれがどうしたって話なんですよ。だって
それはそうだから、そのフレーズ、その人のフレーズの響きになったりするわけですから。だからね、まあアンサンブルとかでやってる時に著しくずれちゃダメですよ、確かにね。だけどそういう意味でこっちは正しく吹いてるのに、楽器の、まあ、楽器の出来が悪いからアンサンブルが取れねえとか、そういうことで絶対ないですからね、言っとくけど。なんかもう別に世の中に普通に整備されて店頭に並んでるものは別にそのまま買ったって音程が悪くて使えないってことは絶対ないんで。だからなんだろうな、まあ選定の時のね、なんか断り文句としてね、なんか音程悪いからちょっとねこの楽器はやめとくよっていうのはね、これか断り文句としてはね使いやすいんですよ。なんか黙っちゃうから、これでもまあおかしな話なんだけどね、僕に言わせるとおかしな話なんだけど、まあ、使いやすい言葉ではあるんだけど、でも本当はそうじゃないし、うん、そんなに不良品ばっかりだったら金返せっていうかね。だってそんな高いものを買うのにさ、これ音程悪いかって、それで楽器としては致命的な話じゃないですか。でそんなもの売っててまずいだろって話ですよ、この現代に。でまあだからそれはね、あの何度も言うようにないですから、なんでそうなっちゃったのかね、なんかそれをこうなんかね生きることでマウントできたのかよくわかんないけど、まああんまり言っちゃうとあれだけどね、うん、なんかまあこういう話するとさ、結局よくね、もう変な書き込みされると嫌なんだけど、なんか純正率の平均率だって言ってくれているんですよ、なんか音程マニアみたいな。そういうのも書き込まれると、まあ、もう相手にしませんかね、僕ね。ちょっとそういうのを囲まれると嫌だから、本当ビクビクしちゃいますけど、絶対相手にしません、そういう人。だって関係ないもん、音楽とただそれでマウント取りたいだけだからさ、そういうのは、まあ、絶対相手にしないけど、だけどね、まあ、半ばそれですよ、その音程域でって。だから、それはね、全然関係ないし、実は自分の技術の問題ですからね、音程が悪いのはほとんど。うん。いつも言うように、まあ、吹き方の問題とかの楽器に、まあ、楽器が答えなくなるまで息吹き込んじゃうみたいな、なんかそういう吹き方してると、まあまあいろいろこう、まあ抵抗感発とかも いずれいろんな他の動画でやっていきたいと思いますけど、なんかそういうのがこう一緒にいろんな絡んでくるんで、一概には言うの難しいんですけど、まあ大抵そういう人を騙そうと思えばね、なんかソリッドな楽器、シリーズ2とかね、ちょっとこうパーツのついたこうピシッとした重い楽器だと音程がいいって言うんですよ。で多分ね、シュプリームみたいなああいうこう響き重視のちょっとシンプルに作ったような楽器だと絶対音程が悪いって多分言うと思いますよ。皆さん見ててください。僕はまあアルト版も出ちゃったから、その評判は多分聞こえてくると思うけど、テナー版が出ても必ずみんな言うから音程が悪いって。うん、だけどそんなわけないから、うん、シリーズ2に比べると音程が悪いとか、でもなんか殿下の報道でヤマハは音程がいいみたいなね、もうねそうなってくるともう思い込みの何者でもないっていうか、だったらヤマハしか使うんじゃねえって言いたくなりますけどもうちょっとあんまり言っちゃっていけないですけどね、この辺にしておきたいと思いますけど、まあなんでね音程チューナー使って練習するのはやめてください。とにかく最後っていうか最初から最後まで自分の感覚だけです音程を決めるので、その感覚を磨かない限り音程は良くならないし、その感覚があったら世の中にある楽器、音程が悪い楽器ってないですからね基本的に、うん、それだけはちょっと言ってきます。まあなんかね一回曲げてひん曲げて戻したとかなんか整備不良とかそういうのはもう除きますよ、そういうのは除きますけど、まあ普通に整備がされていて普通に売っているましてや新品とかだったら、まあ音程が悪いっていう楽器はないんで、なんか言葉を変えてもらいたいな。うん、とにかくチューナー持って音程が悪いとかっていうのはもう半ばクレーマーに近い行為なんだよ、皆さんはやめてください。それは竹さんからのお願いです。別にねそういう人を非難してるわけじゃないです、ちょっと考えを改めてもらいたいと。でそうすればその人だってもっといいサックス、まあ、余計なお世話かもしれませんがきっと楽しいサックスライフが送れますよ。
本当に、うん、なんかもうそういうなんかつまらないことでマウントするのはやりましょうって、まあ、今日は音程を通してちょっとねそういうことにちょっと言ってましたけど、まあまあまあね、あの注意な扱わないで楽しくやりましょう。はい、そんなわけでまた。